キャスパー・ベゲルンドは、デンマーク・オーデンセ出身の元同国代表サッカー、選手。現役時代のポジションは、RSB。フィュン島のオーデンセに生まれ、地元のオーデンセ B 系の下部組織でサッカーを始める。1997年3月、PSV アイントホーフェンの ゼネラルマネージャーをしていた同郷のフランク・アルネセンのスカウティングにより PSV と契約した。1998年1月に PSV での選手生活をスタートさせ、2年のリザーブチームでのプレーを経て2000年3月にエリック・ゲルズ監督の元トップチームデビューした。2001から02シーズンは24試合に出場して、 飛躍的な成長を遂げ、2002から03シーズンにはエールディビジ優勝を果たした。2004年秋の負傷により、クラブと代表でポジションを失い、クラブではアンドレ・オイエルがレギュラーとなった。2005年にはエールディビジと KNVB カップの2巻を達成した。2005年夏、ドイツ・ブンデスリーガのボルシア・メンヒ・エングラート・バッファに移籍した。 8月27日のシャルケレイオン戦のゴールはドイツ公共放送連盟による年間最優秀ゴールに選ばれた。オーデン・セビー経済籍時にはデンマークの各アンダー代表でキャプテンを務め、1996年には U-17 デンマーク最優秀選手に選ばれた。2002年2月にはモアテン・オルセン監督率いるデンマーク代表に招集された。 同年夏の日韓ワールドカップには、控えとして4試合中2試合に出場した。2004年の UEFA ユーロ2 0 0 4は、再び控えとして出場した。PSV アイント方編。ありがとうございます。